こんにちは。はい、今日も、みよこちゃんにね、ちょっと、いつもと違う感じで、嵐金過去をというものについて、ちょっと今日はね、お話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。私、初めて聞いたんですけど、嵐金過去っていうのはどういう加工になるんですか？石の加工ではないんですが、うん、石を使った表情の付け方というお話です。はい。まあ、これ見てくださる方は、うん、自分でアクセサリーとか作ってる方が多いかなと思いまして、うん、そんな方はその金属の表面にいろいろなテクスチャーつけたいなみたいな方もいるかなと、うんうん、まあそういうことは持ってれるかもしれませんが、うん、まあ、宝石学校出身で、うん、学生の頃にいろいろ作りまして、うん、基本は金槌の打つとこう打つ面をピッカピカに磨いて表面にするのも磨いちゃってね、うん、まあ、そんなのも持ってくればよかったけどそれは忘れました。で基本はそれでそれで打つと、うん、金属にその表面が移ってツヤッとした仕上がりになります。うん、はい。で、嵐金というのはもうその名の通り、うん、その金槌の打つ面をいろんな模様をつけて、うん、それで金属を叩くとその模様が映り込むと、うん、映るというものです、うん、で、ちなみに叩くものは何なの？もの、まあ、貴金属、貴金属、まあ、貴金属じゃなくてもいいけど、うん、まあジュエリー、アクセサリー。貴金属っていうのは私が想像するのはシルバーとか。貴金属はシルバー、金、プラチナ、うん、あ、そういうものですね。まあその辺の割り金だったりいろいろ。それは全部その嵐金加工ができるの？できます。あ、そうなんです。はい。ね、できないのはまあまあ何でもこう硬いものはできないよね。うんうんうん。金槌が鉄なので、それより硬いものはできません。うん、はい、わかりました。で、私が好きなのはこういう目の。目の。で、ようやく石の話。うん。目のの表面でボコ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 してるので、うん、それを金属に移したいなという。へぇー。で、物によっては、まあ、この上に、まあ、ちょっと、これ水晶だけど、金属の板を置いて、うん。ガンガンカンカンカンって叩けばこっちに移ると。あ、その板の方に移る。そう、石の模様が移ります。はい。ただまあそうすると、うん、じゃあリングの丸いとこにやりたいなとか、うん、ちょっと細かいとこやりたいなって言うとできないので、うん、金槌をガン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 と打ちます。うんうん。すると模様が移ります。はいはい。え、見えてる今。あ、この模様、この模様、これね、ちょっと、細かい系。うん。え、この金槌にも模様がついてるの？模様をつけちゃう。へえ。え、だからそんな何本もあるの？そう、これはね、いろいろ他にも石のやつがあるかな。これも石で作ったやつだな。あ、金槌がもうすでに石で模様を作ってくださってるから。そうか、ん。あ、ピントが合わない。ちょっと。この辺はちょっと色変わっちゃったんだけど、うん、私がよく好きで使ってて、これでガンガンって打つとこんな、あ、これがもう、そう、これシルバーのリングなんですが、ここのザラザラっとしたのが、うん、模様である、模様がつきます。はい。まあ艶消しっぽい、うん、あのピカッと表面ではない楽しい模様がつく、うん、私はこういうのが好きで作ってます。なるほど。で、まあ、石によって、うん、そのギザギザが違うので、うん、いくつかものがあったりとか、うん、まずでもさ、このさ、あの金槌をさ作るのがこの石でやるってことなの？そう。ガンガンって打てばこの模様が映るし。え、そうなの？そんなもんなの？あとね、道路叩くとコンクリートの道の感じがついて、それもいい感じ。あ、そうなんだ。道路割らないようにお願いします。コンクリートをね。で、まあ、まあまあ皆さんご存知かと思いますが、うん、買ってきた金槌に、じゃあここに何かつけよう、ガンは、なし。あ、なしなんだ。なしです。硬くなってます、金槌ね。うん、金槌。このままやっても、まあ、ほぼつきません。うん、まあ、つかないことはないけど、綺麗な模様はつかない。うん、で、何をするかというと、まあ、金属の
加工には焼きなますと焼き入れというのがあり、うん、焼きなまし焼き入れ、そう、火の入れ方によって金属が柔らかくなる、うん、で柔らかくなった金属をガン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 と打ち、うん、その後焼き入れして固めて、うんうん、それになる、そう、これになる、へえ、これは多分ねオイルに入れて冷やしたと思う、水だとね、あの今度もろくなっちゃったかな、もうすいません20年ぐらい前の記憶なんで。でも20年前のものが未だに使えます、使える道具は一生もの、だからちゃんとした職人さんは自分の道具をちゃんと作ると、うん、自分で自分の道具は自分で作る、あのやっとこう一つ先を磨いたりとか、うん、いい形に削ったりとかいうのは、自分の道具を作るのは基本、うーん、職人さんとしてはね、そうなんだ、だからこの平金属じゃなくて石の方も、うん、あ、それね、この辺の道具も全部手作りだし、ね、うん、あの溝柄も全部手作りです、え、あれ手作りなの、手作りだよ、え、嘘、手作りって言っても手で削ったわけじゃないけど、ああいうのもこのぐらいがいいかなってぎっと削る、へー、そうなんだ。ものが手作りなものが多いです。はい。でまあ、他にも、まあ、ちょっと見えそうかな、サービスってこんな模様だったり、こんな模様だったり。お、あ、面白い。面白い。学生の頃の暇にかまけていろいろ作りました。え、ちょっと全部並べてほしいかも。でも一番好きなのはこれなので。え、どれどれ。あ、そうなんだ。この模様が好き。え、それこの美代子ちゃんが気に入ってるこれはメノーで作ったの？メノーで作った。こんなにいろいろ模様が。それが映るからね。え、ね、ちなみにこのさ、縦の線みたいになってるこれは。これは削ったんだよね。あ、ピッピって？そうそうそう。へえ。え、ちなみにこれは何で作ったの？これはあの釘みたいな、まあまあ、うん、たがりみたいなのこうドンドンドンって打ってくるんだよね。へえ。すごい。まあまあシルバーはメッキしないと白くなっちゃうから、うん、まあ余談ですけどね、うん、それもこの辺おろし金で、あ、やったん、え、それはどれでやったの、これこれだね、あ、この気に入ってるってやつ、そう、気に入ってるって、うーん、すごいのね、あの重曹で磨く、へえ、綺麗にするには、綺麗にするには重曹で磨く、うん、え、重曹で磨くの、まあ、黄色っぽく色が変色してきたので、うん、重曹でガガガガ、へえ、そうすると綺麗になるんだ、白く戻る、あ、一瞬でなった、こっちとこっちと違う、あ、うん、違う違う、これがね、ちょっと家にあったもらい物の重曹を持ってきたら割と質の細かいいいやつだったみたいで、まあ、うん、最近ほらお掃除を重曹でみたいなのが多いでしょう、うん、おいおい、だから割とこう細かい粒子になってきたんだろうね、昔はもっと粗い感じでザリ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 やってたんだけど、うん、今細かすぎてちょっとこれすごい、ここ実はここに重曹があります、これで重曹で綺麗にする、へえ、こんな簡単に綺麗になるんだ。重曹すごーい。え、職人も普通に重曹って言ってる。ただ、うん、メッキもしてない、うん、こういう嵐加工のもの、うん、じゃないと、表面加工のものやったら重曹の傷がそのままつきますので、あ、そうなんだ、お悩みください。こういう荒らした感じのものはいい、ちょっとこんな雑巾の、綺麗でもない雑巾の上に戻ったの模様が見えますかね、この模様ね、へー、本当だ、なんかこれよく見るとすごい味があるね、でしょ、なんかちょっと写真となんか画面だとちょっと分かりづらいかな、これでも2つともこの金でやってる。そうね。感じで。これがこれかな。これはもうちょっと粗いけど、多分使っててちょっと潰れちゃったんだと思うんだよね。
はい、という感じで今日はアラスガネについて喋りました。まさかのでもこういう目のとかで模様つけたりするんだ。そう、うん、いい味が出ます。あとなんだろう、こうドット柄、うん、金物の板でドット柄のものとかあるの、なんかパンチで、うんうん、ザルとかに使うような、はいはいはい、ああいうのの板と金属の板重ねてローラーグをってかけると丸ドットが全部ツルーとか。へー、面白い。それもでももちろん温かくしてからそれにこう、それは別にそのまんま、あ、そのまんまでいいんだ、うん、へえ。それはほら元々のものを打ち込むだけだから、まあ、金属の方はなまってないといけないから、うんうん、あの加熱でなましてから。へえ、なるほど。あのツヤっとしてるのだけがジュエリーなわけではなく、うん、いろんな表現表情をつけてね、うん、自分だけのものをという時にこんなこともやっていた。手元に石があれば、へえ、石がなくても表に出て、なんかこれだったらでもねえ、まあでも普通素人さんがでもこれ作るのは難しいですね、この模様を。でそれこそさっき言ってた普通の金槌買ってきて、うん、まあ、やればいいんだと思うよ、バーナーでブワーっ て、あ、バーナーでね、まあ、できないこともないとか、できないことはない、バーナーでやって、うん、まあ、オイル何オイルでもいいよね、もうね、うん、それで入れちゃえばもしかしたらできるかもしれない、うん、まあ、ほら焼きなましとか焼き入れとかは、うん、多分その金属加工の YouTube なんかで説明してるし、うん、どっかが何かを書いてくれてると思うから、うん、それを見てください。趣味で金属されてる方いっぱいいるので、こんな話は知ってるよと言われそうな、あ、そして卒業生が見てたらやばいぐらいなの。はい、ということで今日は嵐金についてちょっとねお話を聞きました。私自身がこういうの見るのが初めてだったからすごい新鮮でした。そしてしかもこのね目のとかこういう模様からこうね、なんていうの、形っていうか模様を取ってるとかね、初めて聞きましたので、まあ面白かったです。関係なさそうな関係のあった石の話でした。はい。ということで以上になります。で、みよこちゃんは、来週から夏休みに入っちゃうので、夏休みです。はい、加工はあと金曜日かな、加工の話だったり、まあ加工かもしれませんが、になります。それと、浅草のフリーマーケットに行きますので、ぜひね、遊びに来てください。詳細は、概要欄の方に書いてありますので、ぜひね、見てください。以上になります。ありがとうございました。ありがとうございます。